まあ、結婚というのは文化と文化の攻防であって交流であって、そしてその文化と文化の中から新しい文化を生み出すっていうすごい人生最大のプロジェクトなんだと、まあ、そういうプロジェクトを成功に導く鍵はお互いの深い理解と、そしてまあ想像力、イマジネーションなんです。私は今日孝之さんと新たな一歩を踏み出しますが、いつまでもお父さんお母さんの娘であることに変わりはありません。これからも親孝行していきたいので、どうか元気で長生きしてください。なんとかご縁をいただいてプレゼントをすることができました。すごい驚きました。これからの結婚生活においても、2人協力し合って、幸せな家庭を築いていただけたらと僕は思っております。2人仲良くいつまでも幸せに妻である美穂ちゃんと、まあ、くもちゃんのこう2人のこう今までの、歴史をですね、僕も結構知ってるので、まあ、その中 で、 です、ね、2人がこう結婚してくれたことに関してはすごい嬉しいですし、あとまあこう兄弟ができたかのような、はい、感じを、抱いております。おめでとう。バー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 がいる。誓いの言葉。私たち2人は本日ご列席いただいた大切な皆様に誓います。今日ここに私たちは結婚することを宣言します。嘘を偽りなく誠実に向き合います。感謝の気持ちを忘れません。どんな困難も2人で乗り越えます。2人の会話を大切にします。ずっと一緒にいましょう。2021年3月13日夫孝之、妻智子、本日皆様からですね、温かい応援の言葉を受けまして、これから智子さんを誰よりも幸せに、そして笑顔にできるように頑張っていきたいと思っております。また岡田家、田中家、両家のですね、橋渡しをしまして、みんなが楽しく笑顔で過ごせるように努めていきたいとも思ってます。お父さんへ、私をいつも信じてくれて、できることは任せてくれてありがとう。お母さんへ、私を産んでくれて、大切に育ててくれてありがとう。すごい綺麗にしてもらって、今日よろしくお願いします。ありがとう。泣けてくるな。これからの人生は智子さんと二人で全てのことを楽しみ、二人で手を取り合いながら歩んでいきたいと思っております。